皆さんどうもこんにちは、リンです。今回も早速相棒の株を確認していきましょう。9月4日はプラス5万802円、9月5日はプラス5万4650円、9月6日はプラス2万5500円、9月7日はプラス3万9680円、9月8日はノートレードよって先週の損益はプラス17万632円、今月の損益は22万6294円、今年の損益は212万7905円。TOTO利益が当初の目標だった200万円を超えましたね。先週の利益の貢献したのはもちろん KDDI でした。日々少しずつ利確していき、金曜日は大きく下がったためまた買い増ししたようです。まあここまでは調子のいい部分の報告でしたが、ここからは相棒を悩ませている銘柄のお話です。そうです、キーエースです。これはキーエースの日足チャートですが、ご覧の通り右肩下がりです。相棒が購入した金額は代々心当たりです。含み損に耐えられなくなった相棒は決断しました。買い増しです。9月7日に100株買い増しし、合計200株保有することにしたようです。よって平均ストック額は心当たりになりました。買い増しした翌日に大きく下がったので、相棒は少しショックを受けているようですね。9月8日時点の含み損は100万を超えており、今後は思いやられます。今年の利益を吹っ飛ばさないようにしてほしいものです。今後も相棒の株がどうなるのか状況を報告していきます。チャンネル登録をよろしくお願いします。